54年ぶりに大規模な改修工事が進められている道長赤レンガ庁舎で今朝八角塔の屋根が建物から切り離されました午前6時過ぎです道長赤レンガ庁舎の上にある八角塔が今ゆっくりとゆっくりと吊り上げられていきます改修工事は重要文化財の赤レンガ庁舎を雨や風から守るため 建物全体を仮設の構造物で覆って進められます。このため切り離された重さ30トン、高さ10メートルの八角塔の屋根はおよそ30分かけて地上に降ろされました。ほっとしています。はい。ドキドキしてました。作業中は風がなかったんですごく良かったと思います。切り離された八角塔の屋根は仮設の見学施設で10月から一般公開され。 2年後には再び元の場所に戻される予定です。